腹すいたんで。マジで大学生、大学生の人間観察するのに気をつけるんですよ私、まあ、友達と。こんにちは。じゃない時は一人でいるんですけど。公演お疲れ様でした。人の話を聞いてます。お昼じゃないのか、何ご飯これって。公演前魂の、うん、ラーメン。嘘でしょ、さやかもラーメン食べたいんだけどラーメン食べたすぎてヒステリックなってる今。嘘でしょ、許せない。ラーメン今、ラーメン食べてる人許せない。でサクパンお弁当狙ってるって来てる。サクパンお弁当狙ってる。え、なんか全部一緒やった、ほぼ。なんかハンバーグみたいなのか肉、あ、でもこれもハンバーガーとみたいな感じ。食べていいんですか？大学生の大学生です。届けられる距離なのね。ウーバーイーツしてよ。ラーメン食べたい、めっちゃ。マジでマジでやばい。大学マジでやばい。マジでやばい。勉強はついていけない。いいな、鎌倉。いいな。美味しいよな。あれって大阪だけ？あ、いただきます。もうね、友達とかも、友達が休んだ時が、セブンイレブン店スミレって味噌ラーメン、あ、美味しいよねあれ。新たな友達を作れないんで、人気なんで誰にも予定外の配信、いや予定外じゃないですよ。マンツーマンで授業を受けます。え？ツイッターに載せたやつじゃなかったっけ？あれ？今日はちゃんと弁当選べた、選びました。取っていいって言って、でも中身ほぼしちゃったお疲れ様です。さっちゃん最近ずっと配信の持ち方綺麗ね。まあね、まあね。でもなんかさ、人の前でてさ食べるってなったらさ、緊張してさ、箸の持ち方えぐいことになるんやけど、たまに頑張れ、ありがとう。まあ、卵焼きめっちゃ甘いのかしょっぱいのかわかんない。あ、まみくん、ありがとう。家にいれば十分よ。ごめんね、食べながら でね授業とか、必要じゃない。鎌倉、渋谷にあるんだ。うん、大都市にはある的な。やべ箸の持ち方教えて。お箸持つ。今度リアルお話したい。卵甘い派か。弁当やったらやばい、めっちゃ売れるな。弁当やったら酸っぱい方がいいんですかね。甘い方がいいかな、わかんない。だし巻き卵が好きなんだよね。あ、東京にもカムクラ増えてるんだ。公園の間しっかり食べる。はい、なるべく食べたい人です。あ、先生さんありがとう。うん、さっきさ、ロム&のさ、ピント何味かさ、調べてたよね、配信終わった後に。分かんなかった。一応ストロベリー味なのか何なのか。あ、昨日端巻き食べた。マジ？みんな端巻き知らないの？知らないらしいよ。あ、今声かかってきました。お疲れ様でした。年日ってオーディションやってるんです。そうなんですよ、まあ、ちょっとね、もう応募はね終わったんですけど。絶対分かった、何買うか。コーラじゃな、オレンジジュース、リンゴジュース。正解は？ぶどうジュース？ぶどう？リンゴ。リンゴ？みんな。バイバイ。バイバイ。後ろの壁でロッククライミングしてみて。わ、してみたい。ホルモン丼。美味しいよな。ホルモンあんま食べれんけど。してみたいな。切ない。岡山の人？じゃあ、ゆり公園の目標は？
美味しいよ、頑張る。やばい、あきら先生に喋ったって聞かれへんように、うん、噛んで食べてね、ありがとう。発言するっていう目標を決めます。頭3曲が本当にシーソーになるから、ジュージは最後ぐらい上下に揺れてるな。確かに、ごめんなさい、めっちゃ揺れる。これこのスタンド超揺れるんだよね。最近ポニーテール高いんですよ、切れてると、ね、アップね、シェフやると前 DMM で見てくれますか、ね、黒作ちゃんが四天王一緒に、四天王って何、ポケモン、うん、ホルモン、ホルモン飲み込むタイミングが分かんなくって。何時ですか今。36分。あ、何時、え、4時4時36分。うん、あと1時間もないぐらいか。うん、ありがとう。うん、夜入ります、拍手頑張ります。うん、ミシさん、うん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 、配信見るよありがとうございます。でも BMM 見てるんですけど、ランナーズハイの私は一生懸命かけてるのに映ってないっていう。私全然、でも楽しいんですよ、この1週間体重計に乗ってないので、終わった後にどんぐらいになってるのかちょっと楽しみ、楽しみじゃないけど。ペンライトは薄ピンクと黄色です。 AML で見ます、ありがとうございます。こんにちは、うん、こんにちはそうなんだ、まあ、ずっと映してほしいですね。最近の悩みなんですけど、喋るときにすごいね、あなたたちのお弁当です、喋っちゃうんですね、お弁当です。こんにちは、この配信また激怒もかも、うん、気をつけてね、待ってます。どうしたらいいんですかね。うん、MC でやっぱいじられるの増えたね。私めっちゃなんかいじられキャラですよね。なんでやろう。なんか昔からそうかも。うん。うん。さくちゃんが寺行きたいんだ。うん。え、行きたいかもやかも。おめくじ引きたい。見にくいんですけどね。100%にミヒを頼る。ミヒならみんなのミヒですよ。ね、ミヒの。ミヒのみんな。こんにちは。こんにちは。年上はいじられる。なるほどね。あ、ニャっぽい。レナン、レナンなっちゃん。ね、マイセンさん、ありがとう。昨日スパイファミリーやってたよ。ネットフリックスで見てるんです。ありがとう。フォロー。何、やっぱ可愛いですね。さくちゃんまだ勉強してるのかな。私に育てさせてほしい、アーニョ。ほんまに可愛い。なんだ可愛いやろ。今日二人めっちゃ調子いい今日。みんな見て。リサヒンのバブちゃん使いやめられる。もうね、赤ちゃんでしょ。いつまでやろう配信。みんなことお姉ちゃんって言ったりさ、可愛すぎない？何やってますよ私。可愛すぎて。わあ可愛いってなる。さくちゃんまだ勉強してるの？えら。えら。やっぱね、勉強大事だね。えらいよさくちゃん。こんにちは。なんかちゃんと勉強しようってあの年で思えるのが偉い。思わなかったもん。25分もっと言わんとってや。25分いつまでもやりましょう。私勉強そんな得意じゃないから教えられることはないないな。ごめんさくちゃん、漢字ぐらいしか教えてあげれない。でもあやかの漢字の覚え方とかさ、もうなんか連想ゲームみたいな感じで覚えてるんだよね。一回も見てもらってるのにやばくないですか。声単位で止まってます私の、うん、国語偏差値何時ある。まあまあね。どうしよう、まあやばいです。奇跡やけどな、あれほんまに言われ込めないですよね。でも、はい、あ、べんべんさん喜んでよろしく、ありがとう。初めてです。バイバーイ。さくらちゃんの
そんなね、道徳エピソードそれぐらいしかない。あと国語3級保持者、ん国語じゃない、漢検3級保持者しょぼ。ど根性で遊べたことです。もうライブの夏のライブ前から行ってたんですよ。7月漢検取ろっかな。3ヶ月経ちました。うん、なんか勉強したくなってきた。今日は3人揃ってるのでね。ね。マジで3人今かわいい。あと3分ぐらいになろう。成長見せるチャンス。マジでね。検定とか資格って持ってなんぼな気がするんだよね。やばかったみたいな。何個か持ってるんやけど、なんか安心感あるもん。ペン字取りたい。え、いいね。ペン字いいね。ペン字取ろう。やろうかな、やかも。今昼食夕食、え、わかんない、何食これって。やばい、ちょっと終わるタイミング見失うよねっていう。でもさ、なんか運転免許持ってないんですよね。めっちゃ前に MC で言ったんですけど、こっち受かって普通にもうダメやったら普通にもう免許取って一般ピーポーだったんですけどね、ありがたいことに受かったので時間がなくって免許取ってないんですよね。いや、なんかさ、免許持ってたらさ、みんなさ、どっか連れて行けるじゃんって思ったけど、彩香の運転みんな怖いから絶対乗りたくないよね。当時陽キャっぽい、死ぬめっちゃ一人でベラベラ喋っちゃった。根性の口癖はピヌです。ピヌ、みんな使ってください。しんどい時も嬉しい時もやばい時も、うん、車全部持ってないとマジで田舎やから悪くない。友達が持ってる子多いから、うん、誰かの運転絶対嫌だよね。誰かも嫌やもん。膝にタイルドシート。これは死ぬっていうのを毎日のに自分たちなりにマイルドにして死ぬ。なんかやばい時って多分若者、最近の若者とかにすぐ死ぬって言っちゃうんですね。めっちゃおもろい。ジオさんとかも若者とかおもろいな。ジオさんとかも死ぬって言ってはるんですけど、それをちょっとマイルドにして、チャイルドシートにリサとミヒナ、チャイルドシートに入るかな、2人座れるんかな。あ、スパーク翔一さん、残卓さん、ありがとう、こんにちは。あ、レナナちゃん、ありがとう。ジョッピンさん、ありがとう。アサーガさん、ありがとうございます。お団子、今日のお団子。え、何これ、何この髪、何これ、何でしょうね。まあいいや、今日のお団子です。では奈々のちっちゃいおっちゃんさん、レナナさん、ありがとうございます。なんか何これ。直してもらう、後で直してもらいます。寒いですね。やばい、ラーメンめっちゃ食べたい今。どうしよう、禁断症状。ラーメン食べたい、この前も食べたのに。13位ハトちゃん、ハトマリさん、ありがとうございます。ラーメン食べたい。12位ジェンヤさん、ありがとうございます。ラーメン食べたい、ラーメン食べたい。何ラーメンが好き、今その話しようとした。何ラーメンがいい。豚骨。豚骨かな、うん、醤油豚骨。でも味噌も好きなんだよね。マジでラーメン大好き小泉さんの実写化やりたい。ラーメン食べたい。スパーク翔一さん、アボガドさん、ありがとうございます。
レナナさん、先生さん、ありがとうございます。17時まで配信します。ラーメンのトッピングやっぱディッシュ、もうやだやだ、先生さんありがとう。チェーンの豚骨なら、わめっちゃ大事なとこ欲しいなってるんだけど面白い。うん、私ね、いつも長かったんだけど幸せな気持ちになる。めっちゃ食い意地張った人みたいだよね。ずっと、はい、食べ物の話だ。塩ラーメンいいね、食べたい。西さんありがとう。皆さんありがとうございました。ハートハート作りましょう、こうやって。はい、この前食べたラーメン屋さん、替え玉半玉野菜も盛り盛りめっちゃ美味しい。すごっ、はい、頑張ってください。美味しそう。新入のつけ麺食べたい。いいな、つけ麺食べたい。またね、ありがとうございました。頑張り、ああありがとうございます。でも昨日夜カップ麺食べた。ごめん、ごめんな。ありがとう。ありがとうございます。リサドス、スパーク翔一さん、マイセンさん、ありがとう。お腹空いてきたね。この時間ってお腹すかん？でも食べたらなんか夜ご飯食べれんしなみたいな、めっちゃ中途半端な時間な。トマトつけ麺食べたことないや。トマトが食べれないんですよね。帰って祭り、え？祭りとかあるん？いいな。箸巻きあったら食べてください。キンキンありがとう。鶏三湯美味しいよ。なんかさ、ああいう系いいよな。夜ご飯って何時のイメージ？でも結構遅いんだよね、なんか食べるの。夜ご飯ラーメン食べに行ってくる。いいな、私も連れてってよ連れてってよ。私後半らへんに急にステージ出なくなったと思ったら、ラーメン屋行ったって思ってくださいバンドさん、ごめんなさい。え、何が？いいよ、なんで？なんで？あの、なんで？お弁当取り？うん、うん、バイバイ、バイバイ。さっきの片言の英語が何だったのかめっちゃ気になりません？なんかシーユーグッバイみたいにずっと言ってたんやけど。ちょっとじゃあ移動しようかな。はい、松坂がさっき行った場所に参上します。ライリーちゃんとご飯食べてる？食べてますよ、めっちゃ。ただ食べれるものが少ないんだよね、あやか。料理できないしね。ももかさんがさっき MC で料理、自炊の話してたけど、私も自炊全然できないから、わかるってなった。マジで簡単なのしか作れない。しんのすけさん、野原しんのすけのすけさん、ありがとう。無限に食べ物の話してるな今日。ラーメン食べながら公園食ってやばいいですね、皆さん楽しいラーメンライフを過ごしてくださいね。サラダ油の話ね。でもよく分かんなかったよ、かも。よく分かんないまま使ってます、いつも。ラーメン食べすぎてニンニクアレルギー最悪。そんなんあるの？そんなんなったらさ泣いちゃうんだけど。だって好きなもん食べれないでしょ。嘘でしょ泣ける。その子は代わりに泣いときます、私が。そんな悲しいことある？あ、キンキンありがとう。なんかそれ可愛い服、アンパンマンのあれみたいやな。ニンニクアレルギーなんよ。ニンニクのアレルギー初めて聞いた。いっぱい食べて体力つけてる、ありがとう。
大丈夫、この後パン食べるから。ラーメン4軒やば。なんか彩香の友達もさ、ラーメン無限チャレンジやってたわ。そういえばやばいよな、6杯いってたで一気に。はしごしてた。アボカドさんありがとう。クマラムちゃん、コウワカポンズさんありがとう、バンタさんありがとう。ロッパイすごいよな、めっちゃ頑張ったと思う。アボカドさんありがとう。クマうどん、あうどんいいな、さぬきうどんのはしご、うどん行きたいな、うどんも食べたい。先生さんクマありがとう。クマまぜそばはいいな、食べたい。麺類そんな好きってわけじゃなかったんやけどな。こんにちは、スパーク翔一さんありがとう。ね、香川行きたいな、ラーメン、ラーメンじゃない、うどん食べたい。ラーメンの口になってきた。私も気ぐらね、一緒だよ。香川行ってうどん巡るの楽しい。どこがおすすめですか？香川な。さくちゃんまだ勉強中。えら、ほんまにえらいな。なんかクマさんのぬいぐるみとか買ってあげたくなるもん。あ、アメミさんありがとう。あ、バカ一代美味しいよなあれ。あのさ、あれやろ、なんかカルボナーラみたいなやつやんな。違ったらごめん。うまくラーメンいいな。アメミさんありがとう。こんばんぴょんぴょん。香川のうどんって朝で閉店、え、そうなん？いつ、いつさ、いつ食べれるんですかそれは。美味しいよなあそこ、あのバカ一台。さっきまでおしめにサイン書いてもらってニヤニヤしてます。めっちゃいいやん、お腹空いてきたね。あ、1600人になってる、やったー。ピース。こんにちは、さっきの MC 面白かった。あ、よかった。そう、ちなみに私は、あ、何落としたんだっけ。忘れちゃった。やばい、充電ない、充電がない。さくちゃん2600人、すごっ。奇跡の左足さん、あつきゅんさんありがとう。さくちゃんも目を見開いて見つめようと言ってた。よかった、さくちゃんとあやか、じゃあ意思疎通だね。さくちゃんはね、いいんだよそういうとこが。 MC 安定してる。本当ですか？めっちゃ緊張してるんやけどな。ありがとうございます。ヤングジャガーさん、ニシさん、プレストさんありがとうございます。あ、ミサッピーズさんが多いですね。じゃあまた後で、また後で、そうだよ、あ、ランキング見ます一回。いきます。13位野原慎之介之介さんありがとうございます。12位キンキンありがとうございます。11位アバエピさんありがとうございます。10位アペベさんありがとうございます。9位スパーク翔一さんありがとうございます。8位先生さんありがとうございます。
7位やっさんありがとうございます。6位にしーさんありがとうございます。5位あつきゅんさんありがとうございます。4位ウォルフさんありがとうございます。3位バトーさんありがとうございます。あ、これあやかのアバターやん、すごい、おめでとう。2位アボカドさん、おめで、ありがとうございます。そして1位レナナさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。まあもう少ししたらあの夜公演が始まりますので、皆さんあのお楽しみにということで、はいお楽しみに頑張ります。夜公演も頑張ってね、頑張ります。このね怒涛ですね、本当に。岡山ついて星投げしながら彩香ちゃんがね、岡山ナウ。昭和の健さんありがとうございます。あ、今夜当たった、19もやったね、イエーイ。夜公演も頑張ります。皆さんもよかったらあの、まあ、劇場にお越しの方もいると思うんですけど、あの配信をねよかった DMM で配信されておりますので、よかったら見てください。あと3分や。誰でしょう。いやもう絶対わかるって。膝の上座りな。はいはい、ちゃんこ。え、めっちゃ嫌がるやん。映ってよ、映ってよ。このツインテールはミヒナちゃんです。ミヒナちゃんです。ウィスさんオーディション頑張ってありがとうございます。ミヒナがリンゴジュースを買ってきて持ってきてる。お弁当食べたい。弁当食べてないの？普通まで食べた。食べなよ。なんて読みに来たの？え、なんで？あー、オッケー。あ、マスク取れた。あと2分や。あと2分、どうする？ミヒナと。ミヒナとあやかがこうやってイチャイチャするの見せびらかしとく？うん。イチャイチャせん。いつも、いつもな、あやかが、リサーってやったら。リサーじゃない。リサちゃんか。そしたら、ミヒナが、ってやって。ってやってくるもんな。うん。うん。かわいい。さくちゃんすごね、さくちゃんすごいよね。てかまだ勉強してるってすごくない？な、飽きひんのかな。飽きひんのかな。違う勉強に勉強に配信とかじゃなくて勉強に。うん、飽きるやろ勉強は。うん、もうええてえってならへんのかな。確かに。いや、ならんって。そこがさ、さくちゃんとみひなの違いやな。へへへ、年少組かわいい。そうですよ、かわいいでしょ。かわいい。絶対に動かへん前髪を作ってもらった。すごい、ほんまや。めっちゃこいつやろうかな。めっちゃ綺麗。今日めっちゃいいよ前髪ね。いいよ今日。いいよな。いいよ松本。うんうんうん。あ、初見。あ、ありがとうございます。でももう終わっちゃうの。だから松本ミヒナが可愛いということをみんな知ってください。ツインテールもいい感じすぎるみたいな、うん、めっちゃいい。今日めっちゃいいやん。これ超いい、うん、めっちゃいいやん。ミヒナの全、うん、今までで一番好き。そう、全絶好調。うんうんうん。アホすぎて言葉出てこないし。お団子潰すで、ほんま怖い。あ、数学なんや今。さくちゃん頑張って。すごいね。あ、公演後にもし時間があったらやります。なかったら、まあ、23時15分からちょっとまたツイートするのでそれを見てほしいです。公演後は出れないわ。そうだね。ということでありがとうございました。